はい、どうも皆さん、トライアングルです。ですね、今ちょっと、とある現象が起きたので、本来はね、多分3時に、モアイで、まあ、ちょっと、10連勝目指すっていう動画を上げる予定だったんですけど、それをね、6時に、変更しますので、よかったら見ていただきたいんですが、本来ちょっと今日撮る予定はなかったんですけど、ちょっと左上ご覧ください。はい、ランクが、C になっております。あ、じゃあ新シーズン始まったのかなって思ったんですよ、あのアップデートした瞬間ね。でも新シーズン始まったにしては30万ってありえないんですよね。普通3000何万とか、あの始める、みんな平等だから。でシーズン終了もまだ2日だったのでおかしいと思ったんですよ。そしたら対戦数が、32で、スコアが0です。はい、ひどいアップデ、その通りはい、まあ多分バグだと思うので、獲得できる報酬、まあ絶対、まあ、あの運営さんはね、ちゃんと戻してくれる運営さんなので、まあそこは心配してないです。別に批判するつもりもないし、まあ多分すぐ SS には戻れるのかなとは思うんですけど、一応ね、念のためこの黄金戦車たけしは何が何でも欲しいので、やっぱりこれはね、ぜひゲットしておきたいので、まあ、ちょっと SS ランクに戻したいなということで、まあ、今ちょっと、やっていきたいと思います。まあいいんですよ。戻るとは思うので。はい、そしてですね、ちょっとごめんなさい、言い忘れていたんですが、そのアップデートで、そのダウンロード中に、なぜかね、チュートリアル、実際動かせるチュートリアルができたんですよ。まあ、それがいるかどうか、いるかどうかわかんないって言ったら失礼ですけど、なんかヒロシ君が謎のステージに飛ばされて、そこで青鬼も何もいないのに歩かさられるって言ったらあれなんですけど、ちょっと今ね画像しかないんですが、ちょっとよかったら、まあダウンロードした時おそらくできると思いますので、皆さんもやってみてください。なんかね、なんか青鬼とかプレイヤーがいるわけでもなく、本当にそれやったら青鬼2か青鬼3やってればいいんじゃないの的な感じなんですか。まあ多分今まだテスト中だからだと思うんですよね。実際アップデート来たら、本当にそのステージ中に青鬼がそのいるところで練習できるんじゃないかなと思うんですが、はい、ということで、ごめんなさい、それだけ。今回、さらにですね、あ、ちょっと今ごめんなさい、見しちゃいましたね。はい、でもね、新青鬼追加されております。もう1体だから合計新青鬼が4体登場するということになります。で、しかもアップデートの内容で新イベントの準備。おそらくこの青鬼たちですね。4つ。新イベントの準備。で、不具合を修正。そしてもう1個。なんと、新機能の追加っていう項目があったんですよ。だから、何かしら新しい。要はその、新機能追加って、その、モアイが例えば10連勝したらモアイっていうのが新機能の追加だったんですよね。で、今度はおそらくこれモアイが10連勝で、か5連勝で増スキンなんじゃないかなと僕は思っております。まあ前、この今画像出してるかわかんないですけど、バグでね、増スキンが出現したんですよ。だから増スキンがおそらく追加されると思うので、よかったら、皆さん会っておりましたら拍手喝采お願いします。ということで、じゃあランナーバッチ行きましょうか。まあまあでも C ってことは、その分対戦相手の方も C って思ったけど、そっか、僕と同じくバグで変わった人とか多いってことかな。でもね、まだアップデートしてない人が多いのかな。多分ね、そう、マスターランク少ないと思うんですよ。ほら、こういう感じでね。その多分これボットじゃないと思うんですけど、結構多くて S の人とかだと思うので、できればね、ここは青逃げしたいところですかね。そうですね。はい、これ多分、ボットっぽいけど違うはず。それではよろしくお願いします。まあ、ランクがね、その C とか B の人だと、やっぱり同じような、C の B の方と当たるってことが多いので、やっぱり SS ランクとか、S ランクとかかな、だとやっぱりマスターの人とか、SS ランクの人が結構もう当たり前みたいな感じになってくるんですが、全然取れませんね。まあでもなんとかちょっとガスマスクは、ガスマスク取っておけばいいんですけど、まあでもコングスキンもね、ゲットしたいところなんですが、それではごめんなさい。モアイでちょっと邪魔させていただきます。宝箱これで見えないみたいな感じにみんななんないかな。まあでもこのランク帯で、このね、残りシーズン2日っていうので C ランクでモアイってなかなか多分いないと思う。てか、まずモアイゲットするには5連勝するイコール C ランクでモアイはないんですよね。だから、下手したら僕、あれです。チート疑われる可能性が、こいつなんかしたなみたいな。C ランクでも、あ、でもあれか、その、
前のシーズンでモアイゲットして、今なんかそのまた久々っていうかシーズン終わりにちょっと今やってますよみたいな感じの人に思われてる可能性あるか。モアイが出た直前のシーズンっていうか直後のシーズンでこのなんだろう C ランクでモアイだったら、まあまあまあ確実か分かんないけど、ほぼなんかやったなみたいな感じで思われるかもしれないですけどね。あー、こっから毒切りか。でまだちょガスマスクないんですよね。ちょっとガスマスクないと厳しい。このステージね、そのコウモリ鬼が来たら確かにそのガスマスクあんまいらないかもしれないですけど、そのコウモリ鬼が来ないことももちろんあるので、そうなった時にこのステージはガスマスクが非常にいる。コウモリ鬼が出るかどうかによってその変わる。そのあー、いやこれ来ないかな。3体目で来るかな。とりあえずちょっと、音しなくない？え、音しないんだけど。待って待って、おいおいおい、なんで無音なんだよ、おかしいでしょ。運営さん？運営さん？待って、運営さん？え？ちょっと運営さん？無音なんですが？警告音が、警告音が鳴りません。はい、どういうことでしょうか。これ、ちょっと待って。落ち着きたまえよ。待って待って、なんで警告音しない、これ。待って、これ止められたら終わる。危ねえ、これやばいな。ちょっと待って、警告音しないのほんとやだ。すごい変な感じする。大丈夫。どこ、ちょっと待って、これバグだよね、運営さん。まあでもこれは多分修正してくれるでしょ。今は多分テストです。テストサーバー。そう、パブリック版です。デッドバイデイライトでいうパブリックバージョン。そうそう、大丈夫。そういうやつだと思うので大丈夫。まあ、とりあえずガスマスクないんでちょうどいいんで、まあ、ここでぐるぐるしようかなと思ったんですが、なんかすごい狙われるな。気のせい。なんかなよし、なんとか B に戻ってこれたので、もう一回行こうかな。多分そろそろ SS ランクとかで当たる。 B だとどうかな。でも多分ギリギリ SS ランクで当たるランクだと思うんですよね。B であんまりやったことないけど。あ、まだ、あ、でもマスターいる。マスターと、マスターぐらいじゃの。お、モアイで7歳 C。ほう。でもレベル58だからおそらく僕と同じ感じになったんじゃないかな。そのアップデートして C ランクになってしまったっていう人が、だと思うんですよね。あれは多分。あの方は。で、あと、バナナ。あのね、僕のあの大阪にいる知り合いで、そのあだ名がバナナって子がいたんですよね。はい、その方を思い出します。ということでいきましょう。僕のツイッターのフォロワーさんにもね同じ方がいるんですけどね。はい、行きましょう。私はツイッターのツイッターっていうか、ツイッターで絡んでくださる方はほとんど名前覚えておりますのでね、皆さんいつもありがとうございます。本当に僕覚えてますよ多分ね、ツイッターのリスナーさんだったらわかると思うんですけど、僕がこれを嘘か本当かっていうのはね、はい、さあこれ番号が出てこないで、今回もあれなのかな、青鬼の警告音ならないのかな。だとしたらさ、ガスマスティンだとしたら最悪なんですけど、え、大丈夫かな。とりあえず行くか。ここのステージわかんない。てか警告音なんないから、え、ちょっと待って、警告音これ聞こえないとしたらガチで怖いぞ。はぁ、なんない。うわ、マジか。あ、2回か。やば。これやっちゃいましたね。これ警告音しないからわかんない。いない。いや、OK。いやー、ちょっと待って、無音化やめて、本当に。これはちょっと、早々に、あれだな。皆さんに、この動画早く3時に出して、よかった。3時でよかった。これ、皆さんまだアップデートしない方がいいと思います。てか、しないでください。はい、まだ。まだ2日あるんで、新イベントまで。今多分すると、スコアが0にな、最初からなったり、この青鬼の警告音がしなかったりして、で、かつメリットといえば、その青鬼の、その、わかんない。アップデートしなくても出てきてるかもしれないんですけど、青鬼のそのシルエットが追加されるってことぐらいだと思うので、ほとんどメリットがないです。はい。だから、皆さん、もしよければアップデートせずにもうちょっと様子見た方がいいと思います。まあ多分ね、その0になって今僕 B ですけど、まあさすがに運営さんすぐ修正してくれると思うので、また SS ランクに戻してくれると思うんですけど、念のため、あとこの警告音は多分アップデートしなくても今これなのかな。アップデートしなかったら警告音になるのか分かんないんですけど、今ちょっとこれアップデートしてからね、青鬼の警告音が全くならないので、
かなり鬼畜仕様になっております。どこに青鬼が来るかって追いかけられてる時はね別に問題ないんですけど、その例えば1階から2階まで行く時にかなりちょっと厄介というか、お、奈良斎さん、あなたもおそらくアップデートで下がった人ですね。わかりますよ、その気持ち。わかるわかるよ、君の気持ちです。待て待て待て。OK、OK、よし。で、これもう一体青に来たら終わりますよ。OK です。お、あなたはマスターの方ですね。あなたとぜひ合体したい。行きましょう。さて、うわ、青に2体。あ、ちょっと待って、ここじゃないのか、最終地点。なるほど。じゃあ、こうか。OK。で、危ない。オッケー、警告音なんないとなんかさ、全然なんかその、なんだろう、そのなんだろうな、その熱いものを感じない。ダメだ、警告音は欲しい、やっぱり。あー、これどうしような。ガスマスク、あー、ここでいい。オッケーオッケーオッケー。ガスマスク消費してでも端っこにいるべきなのかな。これまず一番いいのは狙われないことなんですよね。やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、違う違う、別のもなんだよ、もうこれはなんじゃん。どんどんこの CM がおかしくなっていくんですか。はい、ということで、今回はですね、まあ一応3時に投稿されてると思うんですけど、まあアップデートでいろいろおかしくなってしまったので、皆さんまだアップデートしない方がいいと思います。もちろんね、その残り、いやでもどうなんだろうな、いやどうなんだろう、その例えばね、マスターとか今 SS ランクの人がやっぱ報酬確定してる状態で、そのシーズン終わる瞬間にアップデートしてまたこの状況になったら怖いので、そのシーズンが始まってからアップデートが一番いいんじゃないかなと思うので、はい、よかったらね、そのシーズン始まってからアップデートでも全然、それかね、そのまあ3時から始めたいって人はまあ3時からすぐアップデートしてやった方がいいんじゃないかなと僕は思います。はい、今ちょっとアップデートするとね、いろいろおかしいことが起きるし、僕みたいに、シーズンランクが31万ぐらいになってしまうので、皆さんご注意くださいませ。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺りで終わりたいと思います。よかったら多分この1時間後に普通の青鬼2ですね、ミカ編が出ますので、そちらと18時に青鬼オンラインが通常通り、僕このバグる前ですね、本来3時に投稿する予定だった、青鬼オンラインが出ますので、よかったら皆さん見ていただけたら嬉しいです。ということで、じゃあお疲れ様でした。本当はね、マリオメーカー18時に投稿する予定だったんですけどね、明日に回します。じゃあお疲れ様です。バイバイ。